皆さん、ヤッホー力チャンネルのアルミです。今日は、ついに、じゃん!ロミの棚が完成しました！やっとだよ、ほんとに。もう何回も何回も、棚綺麗になったら紹介しますね、とか、ちょっと綺麗にしてる途中なんです、とか、もうずっと言ってきたじゃん。で、今日は、リクエストにもあった、ロミの部屋の棚を全部紹介していきたいと思います。ぜひ、最後まで見てください。それでは、スタート！はい、じゃあまず、IKEA の棚なんだけど、最初はさ、もう鬼滅コーナーだったじゃん、ここは。もう全部鬼滅で、ジブリで、とか、あと、ワンピースのフィギュアとか、めっちゃね、ごちゃごちゃで、全然もうすごいもう物置みたいな感じになって。で、今年、懐かしのおもちゃ箱を開けたら、プリキュアにドハマりしちゃって、またプリキュアのおもちゃを集め始めて、ここを全部、プリキュアコーナーにしました。全部です、ここ。で、かなりちょこちょこ、リサイクルショップとかの動画もね、長い期間で集めました。リサイクルショップ、メルカリとか。ちなみにこの部屋の中で一番本棚が好きだったけど、ここが今一番好きです。じゃあ早速紹介していきます。あ、待って、ここの上はまださ、鬼滅。フィギュアとかさ、隠しておいてあるんだけど、まあ、あれは関係ないです。後で片付けます。はい、まず一番上のここの一番大きいスペース。ここさ、鬼滅のアクスタだったの覚えてますか？もう全部アクスタ片付けて、プリキュアの長いおもちゃとかを置いてます。リンクルステッキーとか、モフルもいるんだけど、小6の時に動画で紹介してたやつ。はい、こんな感じでリンクルステッキーとか、これ最近のスカイミラージュとか、高さがあるおもちゃを飾ってあります。でもちょっとまだここら辺が寂しいから、まあ、完成はしたんだけど、後でもうちょっと可愛くできたらなと思います。で、これとかもね、立てるやつがなかったので、そのまま置いてあるんだけど、もし皆さんアドバイスとかあったら教えてください。立てる方法とか、そう、飾りたいから。で、こんな感じです。超可愛いですね。で、2段目いきます。2段目は、ルミが一番大好きなコーナーです。全部がもうキラ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 してて、で、ここは、変身アイテムとか、魔法使いプリキュアとか置いてありますね。まず、じゃあ左から。こっちが、プリンセスプリキュアの、プリンセスパフュームとドレスアップキーがいっぱい並んでます。これほとんどリサイクルショップ、前の動画のね、リサイクルショップで買ったやつ。で、これ100均の、セリアで買った、こういう重ねて飾れるディスプレイのやつに、ストーンのシールをいっぱい付けました。もうキラキラ、もう全部キラキラにしたくて、で、キラキラ度が増しましたね。で、こっちが、トロピカルージュプリキュアのお父さんに内緒で買って、バレたおもちゃです。覚えてますか？ここに飾ってあります。こっちもね。で、次が、こっちが魔法使いプリキュアの、なんだこれ。あれ名前忘れちゃったの。あれ、なんだっけなんだっけなんだっけ、待って、超ド忘れ。はい、魔法使いプリキュアの、やってるプリキュアだよ。これでーす。これね、もともと持ってたやつもあるんだけど、ここら辺は、メルカリで買いました。こんな感じです。可愛いでしょ。あ、リンクルストーンだ、思い出した、リンクルストーンだ、思い出しました。これ100均のやつに綿入れて飾ってあります。こんな感じでいっぱいね。このティアラはプリキュアのじゃないんですけど、ロミが結構前に買ったやつ。なんかめっちゃ合うじゃん、ここに。だから、ここに飾ってあります。で、こっちリンクルスマホ。これもね、6年生の時に紹介したやつ。で、こっちスマイルパクトです。メルカリでめっちゃ状態いいの探して、壊れてないやつです。これすごくない？これが、キュアデコルとか周りに置いてあって、で、こっちもキュアデコルが入ってます。セリアの収納ボックスに。かわいいでしょ、これ。で、こっちが、未来クリスタルとか置いてあります。プリハートとか、ハグッとプリキュアですね、ここね。ここもめっちゃデコってあります、これ。未来クリスタルとか、リンクルストーン、本当にキラキラしてて大好きなの。なんかメタリック感あるのロミめっちゃ好きで、キラキラしてんのとか、ストーンがついてるやつとか、だからここ本当にお気に入りです。全部キラキラしてて。じゃあ次3段目は、まあ、そんなキラ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 してないおもちゃとか置いてあって、まずこれもホツカイプリキュアの、ビーズメーカーですね。で、これマジ大好きな、ハートキャッチプリキュアの心パフューム。なんで2個あるかというと、どっちもメルカリで買ったんだけど、1個なんか調子悪かったんですよ、買った時。動くんだけど、調子悪い時があって、この子が。だからちょっと完璧なの欲しかったんで、もう一個ね、買いました。で、ここにもね、心の種、プリキュアの種があります。で、心ポットとか、これあれトイプラネットで買ったやつ。シャイニータンバリン。これがね、ロミ一番この中で、これが20年前のおもちゃで、もうロミが生まれてない時のおもちゃで、ちゃんと動くやつをメルカリでね、見つけたの。
すごくない？やばいよね。もう完璧なの。傷一つなくてちゃんと動くみたいな。びっくりしました。シャイニールミナスに変身するタッチコミューンでーす。長いな。これは超お気に入りです。かわいいよね、これね。で、こっちがドキドキプリキュアのおもちゃとか、スタートゥインクルプリキュアのスターからペンダントとかですね。これラブリーコミューンだ。で、こっちが小6の時に紹介した水晶玉みたいな魔法使いプリキュア。で、こっちも中1の時に紹介したスイーツパクトです。これもともと家にあったやつですね。で、プリキュアラモードのなんかほら、お店屋さんのやつとか。パティスリーのやつですね。で、こっちがアニマルスイーツたちがいっぱいあります。これもともと持ってたのがほとんどなんだけど、持ってないのはトイプラネットとかメルカリ。で、可愛くない？これ100均セリアで買ったあのケーキ並べるやつみたいなやつに載せてんの。ほら、いっぱいあります。これもめっちゃ好き。飾りのセンスめっちゃいいなって自分でも思ったもん。で、まあ、ここは終わって、で、次、下に行くと、まあ、下はね、ここあんまりね、まだね、可愛くないんですよね。一応飾ってあるけど、スイートプリキュアのおもちゃとか、フェアリートーンとか、置いてあって、で、これもトロピカルージュプリキュアのね、動画でも紹介したおもちゃ。で、こっちが、ミラクルライトがあるんだけど、もっとあったはずなんだけど、ちょっとまだ見当たらないんで、もう3本しかないです。これもね、見て、デコってあの、ここね。で、ここ、プリチェンミラーがあります。フィネスチャージプリキュアのプリチェンミラーとかフォーチュンピアノとかが置いてあります。ちゃんとねまとめてあるんですよ。でここちょっとねまだ寂しいじゃん、ここら辺だから、ここら辺をもうちょい可愛くしたいなって思ってます。プリチェンミラー結構好きなんだよね。で次下に行くと、下はもうプリキュアじゃないんだけど、お邪魔女ドレミとセーラームーンがあります。こっちガチャガチャのやつとか、これはプリキュアだけどね。お邪魔じゃ、これ可愛くない？これもさデコったんだけどさ、超可愛くない？これガチャガチャとか食玩のお邪魔じどれみですね、上は。で、下がセーラームーンの、ガチャガチャとか、食玩とかでゲットしたやつです。かわいいよね、本当に。キラキラで、セーラームーンもロミ大好きで、でもセーラームーンは、ほら、ママの世代じゃん。だから、おもちゃがどこにもないの。だから、リニューアルされて出たこういうね、おもちゃとかをやっと買えるみたいな。もう、当時のおもちゃなんか買えないから、お邪魔じょとかも。でもほら、お邪魔女は唯一これだけ、当時のおもちゃ、ロメが小学校低学年の時にママに買ってもらったおもちゃがあります。ちゃんと動くから。これだけ動くの。他動かないんですよ。直そうと思って開けたんだけどダメだった。はい、こんな感じです。で、まあ一番下はクリアファイルとか他のアニメグッズがあるので、まあここは本当に全然関係ないです。で、これもね、飾りたいの。お邪魔女の前に買ったやつもこれも飾りたいんだけど、どこに飾ろうかなと思って。だからこれはちょっと飾る場所、これとかね、考えてこれは飾りたいと思います。まだ開けてないんですよ、これ。せっかく届いたのに。飾る場所がまだなくて。これも飾りたいですね。で、ここの棚は終わりなんだけど、ちょっともう一個あって。ルッキーがプリキュア。見てる。プリキュアの棚見てる。ルッキーどう？かわいい？棚。逃げた、言ってる。言ってないね。助けて、助けて。ルッキー、プリキュアどう？かわいい？かわいい？レイだったら喜ぶんだけど、レイはプリキュア大好きだから、レイは喜びますよ。で、そう、もう一個、ここ、最後なんだけど、おまけみたいな感じなんだけど、ここをね、可愛くしたいなと思って、ここにね、二人はプリキュアとかの、メップルとか、ミップルとかの人形がね、結構いっぱいあるんだけど、これもちょっと可愛く飾りたいなと思ってるので、アドバイスお願いします。これのキーホルダーとかね。ここだけですね。でも、本当に他は完成したんで、ロミのプリキュアコーナーでした。ガチで可愛いでしょ、本当に。まあまだ、集まりきってないプリキュアのおもちゃとか、本当に昔のおもちゃとか、まだね、手に入ってないやつもあるので、またね、ちょこちょこ、頑張ってメルカリとか、まあトイプラネットもまた違うとこ行きたいなとか思って、ちょっとずつ集めていこうと思うので、もしね、どっかにね、売ってるとか知ってる方いたらぜひ教えてください。じゃあ、ということでね、今日はロミの完成した、棚、プリキュアコーナーを紹介しました。飾りとかのアドバイスとかもあったら、ぜひコメント欄にもね、書いてください。また、リニューアルしたプリキュアコーナー見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。